こんにちは。今回は久しぶりにサーバー系の動画を配信します。皆さんはガイザー MC というプラグインはご存知ですよね。このプラグインは Java サーバーに統合版も入れるという鍵プラグインです。しかし、サーバーに入るにはアドレスとポートというものが必要になります。でも、今回紹介するツールを利用すればいつも統合版だけでマルチをするように、フレンド追加をするだけでサーバーに接続できるようになります。特に、スイッチ勢などにとっては、DNS 設定などをする必要がなくなるので、参加者の増加につながると思います。ということで、今回はフレンド追加で接続できる、MCXBOX、ブロードキャストをご紹介します。まず、概要欄の URL1 に接続してください。リリースをクリック。アセットの欄にエクステンションと、スタンダローンの2つのジャーファイルがあります。スタンダローンがプロキシみたいな感じで新しくサバを作るって感じので、エクステンションというのが拡張機能ってやつでプロキシとかに紐付けみたいな感じでやるやつです。僕のおすすめはエクステンションですね。今回はスタンダローンで解説していきます。新規作成からフォルダを作成して、作成したフォルダの中に先ほどダウンロードした、ジャーファイルをぶち込みます。新規作成から、テキストドキュメント、概要欄のスタート .bat の中身をコピーしてペーストします。ちなみに、バッチファイルにタイトルプロキシーみたいな感じを追加すると、管理がしやすくなりますよ。この部分に、ジャーファイルの名前を、ドットジャーまでコピペします。メモリはどれぐらい使うかわかりませんが、そんなに使わないと思います。そしたら、拡張子をトクストからバットに変えます。ダブルクリックで起動。このようなメッセージが表示されたら、概要欄の URL2 に接続。そうすると、コードの入力と出るので、コンソールのここに表示されているコードを入力します。コントロールと C でコピーできます。そしたら、ここでのログインは、普段使っている赤ではなく、新しく MCXBOX ブロードキャスト用のアカウントを作成してください。赤がバンされたりしてしまう可能性があるかもしれないからです。アカウントを作成して、ログインしたらこのような画面が出ます。そして、MCXBOX ブロードキャストのコンソールを見ると、このような文字が表示されます。最後の MCWatchy のところは新しく作成した赤のゲーマータグが表示されています。そして、ジャーファイルの置いたフォルダを見ると、config.yml ファイルが生成されています。ホストネームと、ワールドネームは自由に決めてください。バージョン、プロトコル、プレイヤーズはそのままで OK。IP は、サーバーの IP アドレスを入力。ここに入れるアドレスは数字のアドレスを入力してください。数字のアドレスがわからない場合、例えば NG ロックで公開していた場合は、このアドレスをコピーして、概要欄の URL3 にアクセスします。そして、枠の中にペーストします。そうすると、いろいろな情報が出てきます。その中の IP アドレスで数字のアドレスを知ることができます。そしたらその数字のアドレスを入力します。もしかしたら、ドメインのままでもいけるかもしれませんが、できなかったらこの方法でやってみてください。また、ここで入力する IP は 127.0.0.1 は使えません。IP が入力できたらポートも入力してください。ポートも先ほどのサイトから見れます。下の4つの設定は気にしなくて大丈夫です。主に変えるところは真ん中だけです。設定が終わったら、
MCXBOX ブロードキャストのバットファイルを閉じて、もう一回起動してください。それで完了です。それでは、試しにフレンド追加してみましょう。フレンド追加すると、このように Watch0318 と表示され自動でフレンド承認してくれます。次は、エクステンションという新しくサバを立てなくていい、ガイザーの拡張機能という方をやってみます。今回はプロ機種に入れていきます。ちなみに、ウォーターフォールのサポートが終了してしまいました。そのうち違うプロ機種の立て方動画を制作します。プラグインズの、ガイザーのフォルダを開いてください。エクステンションというフォルダを開きます。その中にジャーファイルをぶち込みます。そしたら、いつも通りプロ機種を起動させてください。今回の撮影時、ガイザーのバージョンが最新じゃなかったからなのか、正常に起動できませんでしたが、起動成功すると、先ほどと同じように、このようなメッセージが表示されます。そしたら、工程は同じなので、先ほどと同じように作業を進めてください。そして、マイクロソフトアカウントとの連携が完了すると、このような感じでフォルダが作成されます。その中に config.yml ファイルが生成されます。拡張機能のエクステンションの方が設定量は少ないです。変えるところは、リモートアドレスと、リモートポートの2つです。この設定も先ほどと同じように行ってください。これで、サーバーを起動します。これで、フレンド追加でサーバーに接続できるようになりました。スイッチ勢の人が、設定を変える必要がなく、フレンド追加だけで入れるのはでかいですね。皆さんもぜひ導入してみてください。サーバーに入るのが楽になりますよ。では今回はここら辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。質問等あれば、コメントもしくはディスコードまで。おつ。Just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember.